はい、ということで今週も始まりましたハイチのダラダラジオでございます。多分今週短いよどうだろうとか言ってさ、下の表示時間がおいお前10分超えとれないかいってなってるかもしれないけど、ほんと一つね、みんなに伝えたいことがあって、そのためだけにもダラダラジオ使おうと思って、今回多分タイトルにもなってるかと思うんだけど、お疲れ様っていうのが言いたかった。もうただそれだけです。まあ、多くの方がね、今週から夏休みが終わり、学校始まった方ね、多いと思うんですよ。もちろんその前からね、始まってる方もいるけど、一番しんどい1週間ですよね。夏休み明けってスタートがさ、俺もそうだったけど、でもちろん学校の方、会社の方、いろんなね、立場の方がいると思うんですが、もうこのダラダラジオを聞きに来てくれたみんなに言いたい。もうお疲れ様、本当によう頑張った。それはさ、学校に行った方も行かなかった方もいろんなパターンがあると思うんだよ。だからこれをね、お疲れ様って言ってても私何も頑張れてないなんて思う方もいるかもしんないけど、そんなことはないんだ。生きてるだけでお疲れ様なんだから、言わせてくれよ、受け取ってくれよ、っていうことでね、もうそれで終わりです。いやでもさすがに終わるとさ、短すぎるからちょっと話をするんだけど、なんか当時ね、その中学の時にしんどかった時期よ、いじめがあってさ、学校ほんと行きたくなくって、夏休みが終わりのだいたい2週間ぐらいかな、お盆が明けたぐらいにさ、胃がキリキリし始めるんよね。まだ2週間あるんよ。あと14日間ぐらいあんのに、もうなんか嫌になってくんの。どんどんもう明日学校始まんじゃねえかぐらいの感じで胃が痛くなってくるみたいな時があってさ、で実際始まってしんどくってもう毎日やだ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 思ってさ生きてて、でまあいろんな立場の方いると思うんだけど、俺は家族にさそのことを言えてなかったから、家では普通に振る舞っていて、で仲は良かったんだけど、でもやっぱり思春期特有のさ距離感があって、自分の中ではなかなかこう家にも居場所があるとは思えてなくて、学校にもない家にもないどこにもないってなっちゃって、で今みたいにネットがなかったからさ、ネットもないし、だから本当にもう生きてる意味が分かんなくって、もう毎日死にたいって思ってた時期だったのよ当時はね。うんでまあ今はさこんな活動しとるから、そういう風に思ってる方もいるだろうし、現にさボイシーの活動してて、そこにはそういった相談すごく来るから、そういったみんなにこうちょっと頑張ってみようって思ってほしいなと思って、今週のね9月1日になった瞬間に動画も上げて、ホワイトボードに書くやつどうしてもさなんか撮りたくって、でも喋る動画は撮ってたから前だから、やっぱり俺はホワイトボードと一緒にずっと相棒ねやってきたから、この相棒でメッセージ書こうと思ってやったのよ。だからまあそれも結構ねプラスに受け取ってくれた方が多かったから、だからまあそんなことをやってきたんだけど、しんどかったなって思うよね。で本当にさもうなんか暗闇の中出口のないトンネルなのよずっと。でもうさ24時間さ365日そんな感じだったから、一生このトンネルは続くと思ってたし、だからもう生きていたくなかったのよ。もう疲れちゃって、できっとね今そういう風に感じる方もいると思うんだけど、やっぱり俺も37年こうやって生きてきて思うのはね、振り返って思うのはずっとは続かねえよね。で今みんなのさ足かせになってる、それが家族なのか環境なのかさ友達なのか周りの分かんないけど、でもその足かせっていうのは徐々になくなっていくから、家族が足かせになってる人は家を出るから、いつかはもうさっさと出る時は来るから、もちろんそれはさ今すぐじゃないからなかなかねまだしんどさは続いてしまうんだけど、なのでなんかそういう風に言っていたいなっていうところとか、まあ今回お疲れ様って言いたかったのもさ、いろんな思いがあるじゃんか。あるけど俺が当時辛かった時にそういう大人がいたら嬉しかったなって思うからさ結局エゴなんだけど、お疲れ様って言いてえなっていうエゴなんだけど、でもこのダラダラジオはほんとね一番自由にやらせてもらっちゃってるとこだから、そうなんでちょっと言いたかったのよ、お疲れ様っていうね、そう受け取ってくれまあそう言うても来週またね明日から学校とかさ会社また始まってしまう方もいるしね、しんどいのは続くかもしれんけど、でもそのしんどさの中にちっちゃな幸せっていうかいいことっていうのは人生にどっかで転がってるから、しっかりそれを見つけていってほしいなとは思う。そうであとはいつか会おうねっていう俺毎回言ってるけど、でもね本当いやみんな全員じゃ無理かもしれんけどさ、でも会えると思ってんのよね。まあ講演会の仕事とか結構多くて、本当に9、10、11月スケジュールやんばいことになっててやばいっつうか俺にするとね、そう俺あんま働きすぎが無理だからさ、俺にしてはちょっと結構いっぱいいっぱいな状況になってるんだけど、講演会めっちゃあるじゃんね。本当にいろんな県行く。でそれは、きっと来年も続くと思ってて、みんなの近所、みんなにさ会いに来てよとは思わないの。会いに行くから、近くに行くから、近くに来た時に来てくれよって思ってて、だから本当会えると思うんだよね。だから今すぐじゃないけど解決は、だから会って話そうねっていうのが言いたかったっつうこと。そうで、最後にちょっとあれだ、業務連絡なんだけど、この場所からっていうね曲を今年の2月の28日かに投稿したんですよ。私が作詞担当してともこにね歌ってもらった PV も作ったやつがあるんですよ。もし聞いたことない方がいたら、ね、ちょっと今回概要欄に貼っておくから、ちょっと聞いてください一回。もうマジで人生で一番お金使ってそこはいいんだけど、でも自分が本当にやりたかったことをいろんな人の力を借りてやらせてもらったやつがあるのよね。でそれの、ハイチのボーカルバージョンが多分今週上がります。でその今週上がった時に合唱用の楽譜とアレンジ、そうピアノの伴奏とか、あとパート分けした楽譜とかを全部無料でダウンロードできるやつもくっつけるから、その時に全部整備するのでぜひ聴いてほしいし、結構学校の先生とかもね最近すごく聴いてくれてるので、学校の先生ぜひ卒業式で歌うってのは難しいのは分かってる、知名度がないから難しいかもしれないんですけど、卒業シーズンになんかクラス単位とかでもいいんでぜひ歌ってほしい。卒業ソングなんで本当にいい歌なんでご利用してますけど本当にいい歌なんですよ。手前味噌ですけどね、そう思ってますんで、ぜひぜひ歌詞とか曲全体見てもらって候補に入れてくれると嬉しく思います。でまたちょっと経ったら発表しますけど、サプライズになるか分かんないけど、呼んでもらったら生徒さんたちに会いに行くっていうちょっと企画というかねをやりたいなと思ってますんで、興味ある方はねぜひそちらもチェックしてみてください。はい、ということでちょっと後半ね告知になっちゃいましたが、ここまでねご視聴いただきありがとうございました。またね来週何か喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ聞いてみてください。それでは明日からね1週間、またねしんどいなって思う方もいると思いますが、1週間がすごくいいことがあることをね心から願っておりますので、ぜひねお互い1週間にしていきましょう。それじゃまた来週お会いできたらと思います。それじゃまたね、バイバイ。